はいどうも、こんばんは。そしておはようございます。並びにお初の海にかかります。地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルはこちら、ザ・シルバーケースというわけでして、今回ですね、こちらのトランスミッター編の、ケース2スペクトラムをお送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、そうですね、早速続きというか早速やっていきましょうかね。はい、そうですね、じゃあやっていきますか。一応前編ね、自分実況という形でもってね、自分がもう声優みたいな感じでアテレコみたいな感じで やらせていただくんですが、ブサボーなだけにね、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中で、気分、お気を、ね、悪くされる方もね、もしかしておられるかもわからないんですが、その時は本当に大変申し訳ないと、謝罪させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。では早速やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。いきます。ケース2スペクトラムですね。さあ、どこに行ったの？一人じゃ寂しいよ。どこに行ったの？誰もいないよ。どこに行ったの？嫌いになったの？どこに行ったの？一人じゃ無理だよ。どこに行ったの？僕が守ってあげるよ。どこに行ったの？そこはどこなの？どこに行ったの？そんなにいいの？どこに行ったの？寂しくないの？どこに行ったの？さよなら。ヒカルくんが消えたんだ。ヒカルくんはとても優しくて、けど優しすぎて存在感ってのがないんだ。でも僕はヒカルくんのことが大好きで、僕にはすごい存在感があるんだ。何も突然いなくなっちゃうなんてヒカルくんもやってくれるよね。多分僕のことを驚かそうとしてどっかに隠れているんだ。おばさんに聞いても何も教えてくれない。ヒカルくん今回はかなり本気と書いてマジらしい。なんてね。ひょっとしてクラスのやつがヒカルくんを監禁してるのかもしれない。だとしたらやばいぞ。早く助けてあげないと。これはちょっと大変なことになってきたな。ヒカルくんはみんなの前では静かだけど、僕の前では結構おしゃべりなんだ。ああ見えても明るい性格なんだよ。僕はヒカルくんの笑ったところを何度も見てるから、ヒカルくんの本当の性格を知ってるんだ。ケロケロ笑ってまるでカエルみたいなんだ。本当にケロケロ言うんだ。本当だってば、それカエルじゃないの、それは。それはカエルでしょ。だから、またヒカルくんと遊ぶためにヒカルくんを助けなければいけない。これはあれかな、主人公が住んでるアパートではないだな。まずはこのマンションからだ。早速僕はヒカルくん救出特捜本部をあの基地に作った。このマンションのどっかに基地はあるんだけど、それは内緒なんだ。ヒカルくんと僕だけの基地って約束だから。このマンションにいろんな人が住んでいて、知らない大人の人もたくさんいる。だけど僕らには大人の人たちの区別がつかないんだ。っていうか、そんな大人たちはどうでもいいんだ。だけど好きな人もいるよ。パン屋のおじさんはいつもニコニコしてて、たまに余ったパンをくれるんだ。2階のお兄ちゃんも優しいよ。おっかない格好してるけど、危ないぞとかって心配してくれるんだ。ゲームなんかしないで外で遊べってのが口癖なんだ。あとは、みんな知らないし区別がつかない。もう一度、ヒカルくんのことを思い出してみよう。ヒカルくんとどこで遊んだのか、ヒカルくんがいそうな場所はどこか、ヒカルくんが隠れているところは、ヒカルくんが去年の夏にヒカルくんがこの町に来たんだ。怯えたような目が印象的で、先生の横に小さく立っていた。ヒカルくんがどんなに不安でこの町に来たのか、僕もあちこち転々としてたからよくわかる。初めて会うみんなの顔がおっかなく見えるんだ。ムネおじさんはカボチャだと思えって言うんだけど、僕には経験値の高いトラクエのモンスターにしか感じない。
新しい街から出ると突然出てくる見たこともないモンスター。ちょっとワクワクもするんだけどさ、でもみんなよそ者には敵意むき出しで本当に怖いんだよ。ヒカル君だってそんな顔してた。よくわからんだ僕には。ヒカル君が迷わないように僕は案内したんだこの街を。僕たちのテリトリーを。4丁目には5人のやつらが集まるから一人で行っちゃいけないってマンションまでの近道も教えたんだ。学校の帰りに遊ぶのは神社と公園でたまに空き地を見つけるんだ。大体はすぐマンションになっちゃうんだけど1ヶ月くらいは空いてる。重則くんちでは人生ゲームで、ドリステはミノルんちで。かなり嫌なやつなんだけどドリステ持ってるから我慢して小島と中尾のとこは行かないんだ。性格悪いから。原沢くんはいいやつでお金持ちだし美味しいお菓子がいっぱい食べられる。邦彦くんちも楽しいんだ。邦彦くんは絵がうまくてガシダム描かせたら抜群にうまくてガシダムね、光くん。ああ死んじゃったんだ。ちょっと怖いね。なんかこの感じでちょっとホラーっぽくて怖いですね。スペクトラ。これこのあれと共犯家の連中はどう絡んでくるんだろうな。高級住宅地。はいはい。張り込み。これね、どっちのセリフなんだろう。でも鎖かな。いや待て、これもしかしてあれかな、こっちのスミオくんかな。ですね、キャラクターで、レギュラーキャラクターなんですけど、今映ってる、右側のキャラクターが、顔半分にね切れてる方のキャラクターが、古代スミオっていう刑事ですね。で反対側左側で食われたばこしてるのが草火鉄五郎っていうキャラクターですね。いわゆる叩き上げの何ていうんですかね、昔かたぎのデカって感じのキャラですね。これどっちのせいだろう。いい女だったなあ。そうか、何がだ、あやめですよ。あやめ誰ぞ。れ亀井事件の犯人。正気か。連続殺人犯に俺でどうする、たわけものが。まあそうなんですけど、でもいい女でしょ。アホだな、アホだ。公安特使を壊滅させた挙句女3人を惨殺して殺人だ。お前みたいに軟弱者手に負える女じゃねえよ。うるせえよジジェいい感じなんだって。愛を壊すこと言わないでくださいよ。忘れろ。無理ですよ。僕は待ちますよ、彼女のことを。何年経とうと第二の人生があるんだったら待ちますよ。待ちます。好きにしろ。わけわからんわ、若いやつに考えることは。いいんですよ哲さん、感じたんですよ何か。刑事と思えねえな、ったく。いいか、今のセリフ絶対に他人には言うなよ。もちろん言えませんよ、哲さんにしか。いい迷惑だ。会いたいな。まったく、八須賀でいいだろうに。お似合いだと思ったんだがな。やめてくださいよ、演技でもない。そういうもんか。そういうもんです。簡単なもんじゃないですよ。そりゃそうだ、簡単じゃないわな。あ、ジェスカか、どうした。女性キャラ、女性キャラ声ね、ちょっと無理なんですよ。
ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、D4 地区で事件よ、応援お願い。無理だ、こっちは張り込み中だ。そんな、森川さんは、お前らコンビだろ、コンビで行けよ。現場いないのよ、連絡取れないし。いつものことだろ。うん、分かった、単独で動くから。ダメだ、一人で動くな。その通りだ、無理するな。しょうがないでしょ、誰もいないんだから。その油断で死ぬ奴を何人も見た。まあ好きにすればいい。大げさな。そうだ、蜂須賀、フール拾っていけ。フールっていうのは、自分でつけた、主人公のキャラクターの名前ですね。主人公というか、まあ、プレイヤーのキャラクター。名前だけをね、自分で決められるんで、一応自分はこのフールっていう名前をつけました。やつは使える。いないよりはマシだろう。その方がいい。今は生きろ。よくわかんないけど、いいわ、連絡取れる。ネットで入れる。非常勤で探せば登録されてるだろう。自宅の住所も書いてあるはずだ。分かった、そうする。平気か。平気、ありがとう。急いだ方がいい。分かった。なんだ、変な感じだな今の。どうにもこうにも、いやはや複雑ですね。これね、キャラのね、キャラの声分けがね、結構自分の声だとね、融通が効かないんで、なんかね、全部同じになっちゃうんですよね。ちょっと工夫はね、してるんですけど、なかなかね、自分のこの声だとね、難しいんですよね、本当に。もうちょっとね、ハスキーっていうか高い声だったらね、いいんですけど。マイルーム。あ、一旦そうですね、セーブしときますか。ちょっと怖いんでね、何があるか分かんないんで、そうですね、じゃあここにしましょうか。はい、オッケーで、なのかな、これでこう来て、こう来て、こうですね。おお、これ一応自分の顔ですね、これ。まあちょっとぼんやりしてね、よくわかんないんですけど、一応自分の顔っていう設定ですね。で、あれ？こうか。で、こうですね。ちょっとめんどくせえんですよね、この操作がね、結構。これが自分のコンピューター、パソコンですね。はい。トゥー主人公さん、サブジェクト、ブックマーク。さて、ご機嫌いかがですか？私はあなたのことを見ているものです。つまり隣人ですね。人から言われるのはコウモリという源氏なんです。コウモリと呼んでください。結構気に入っているんです。素敵な名前でしょう。ともかくあなたのことを光に絡み持っています。取り急ぎのご挨拶です。お見知りおきを。P.S. 森島時夫君をご存知ですか？彼はとても危険な人物です。あまり関わらない方がいい。いらん忠告ですが。森島時夫っていうのは、ですね、プラシーボ編の主人公ですね。これは今やってるあのトランスミッター編なんですけど、プラシーボ編の主人公が森島時夫というキャラクターですね。はい。こうですか？動かない？こっち？あ？こう？ちょっと待って、あ、ちょっと待って、こう、こうで、こうか。こうですね。はい。で、あ、こっちか。これはでもな、こうで、こう。で、こうですね。はい。元気そうね。ちょっといいかしら。
担当直入に言うと捜査に協力してほしいの。って言っても現場に行くだけでいいんだけど、どうかしら。これ行くんでしょ、だってね。現場は D4 地区、マンションの敷地内で、死体が発見されたの。住人たちは張り込みで現場に行けない。これ以上話すことあるかしら。つまりこれはもう行こうやってことだね。ですね、はい。ちなみにどうでもいいかわからないんですけど、自分にとってはどうでもよくないんですけど、来年のね、2月だか3月に、これ海外でね、発売されているソフトなんですけど、これ輸入でね、買ったんですけど、購入したんですけど、一応国内版ということでね、来年の3月にこれが一応発売されるということですね。はい、ここよ。普通のマンションみたいだけど、でもこういう集合住宅って華やかさはあるけど、なんか気味が悪いわね。捜査開始よ。必殺の謎解きかな。これね、結構謎解き要素あるんですよね。現場は中庭よ。直進すれば中庭に受けられるわ。無駄な行動は禁止よ。急ぎましょう。了解。現場は中庭よ。急ぎましょう。はいはい。あれですね、無駄な行動と取れないと、このまま行けばいいと。早速無駄な行動。はいはい、やっぱダメですか。ないっすね。コンタクトポイントです。やっぱ先にあれですね、中に行くべきですね。やっぱすみません、ちょっとどいてもらいます。ほう、川端、はい、川端さん、お疲れ様です。どうですか。何、刑事課じゃないの。オータクルの出る事件、うちに要請が。刑事課は大きい山で出払ってます。そうなんだ。たまにはこういう地味なのもいいよ。状況教えてください。死因は、ほら、上、自殺。どうかな、そうは言い切れないけど、動機があればね。上から、頸椎骨折に全身複雑骨折に打撲、即死だね。下が土だから頭蓋骨は損傷なかったけど、すごいですよ折れ方が。殺しの線は、揉み合った傷跡とかありません。今のところ目立ったのは特にないね。検視末だよ。そうですか。あれ、ジーゼルちゃん、森川はどうしたの。サバリです。そう、あったら言っといてよ。たまには顔出せって。麻雀ですか。最近めっきりね、仕事より好きなやつがね。きっとあれよ、パートナーが綺麗な人だから仕事の好きになっちゃったんだよ。川端さん、あとはそっちの仕事だよ。動機がはっきりするかでさ、捜査しでいってどこでしょう。わかりました。結果出たら連絡するから。新入りさんのようなものです。そうなんだ。そんじゃ頑張って。新入りさんもご苦労様です。どこかで会ったことある。気のせいかな。ま、頑張ってよ。共犯家はくせ者ばっかりだけどね。あの子も可愛い顔してるけど、やることひどいから。
私ね、何度もぐちゃぐちゃに検視してさ、あそこの人たち手加減知らないからさ、悩みとかあったら相談してよ。ですかね。こっちはコップ特に異常ありません。そうですか。もう一回コップ何かですね。午前4時に発見してからすぐに通報したと。その間に誰かと会いました。溝口。いえ、誰も。その後不審な人物を見ていない。皆さん顔見知りの方ばかりですから、あ、不審だなんてとても。わかりました。ご協力ありがとうございます。いえいえ。なんだ、もう終わりじゃない。急いで来たってのに。るちゃんだっけ、ゆっとして俺の代わりに。千鶴に無理やり押し倒されてここまで連れてこられたって。あんなってのはやっぱり負けんかね。すごいだろ、あの女。ちょっと待って、これどういうキャラ、どういう喋り方なんかな。ごめんなさい、ちょっと混同しちゃった。なんてな、冗談だよ冗談。いいのよ、セクハラゲームに付き合わなくたって。無視するのこういうのは。心配してくれた、すると思って。どうせ裏の仕事でしょ。とんでもない、コンビニのバイトでさ。ごたくは結構いいから捜査に入って。了解了解。そして今さっき運ばれたわ。鑑識はなんて、自殺の線での方向、検視結果が出ないとはっきりしたことは。あとはこっちの裏付けか。何回も住人管理の話、管理人の話だと3階の昼間という青年。いやわ、まだよ。管理人に鍵貸してもらえ。すぐに確認だ。許可はいいの？構わんだろ。わかった。おーいおーい、あ、あれ、まだ行ったの？君もういいよ。ありがとうね。俺が来たからここはもう大丈夫。お疲れさん。いいから帰ってもらって、あとはこっちの容器だから。素人さんは危ないからね。もう一回しつこく。しつこいね、しつこいね君も。俺はテスさんたちは違うから、簡単じゃないんだこの世界は。だからもう帰っていいな。なんだ、素人は引っ込んだろ。ここから消えろ。いいか、君を殺しても俺は問われない。そういう場なんだここは。ガキと遊んでろ。俺のガキだよ、俺を向いてみろ。 L 字ボタン押すんだろ。分かってましたよそんな、はい、助けてください、助けてください。あそこ4階だ。早く4階に行け。行け、出身。なんだ、素人は引っ込んでろ。ここから消えろ。いいか、君を殺しても俺は問われない。そういう場なんだくわ。ガキと遊んでるな。めっちゃ怖いな。そんなに怒んなくてよくね。多分自殺でしょう。あのぐらいの若い男性によくあることです。そうかね。刑事さんですか。そうですね。これ多分これ以上進めないんで4階に行くっていう話なんで、じゃあ行きますか。4階ってことはさっきの、エントランスですか、ここですね。でここに階段があるんで行くんですね。とりあえず4階に行けばいいのかな。関係ないもんね多分ね。これ多分後で行くことになるんだろうな、うん、
4階ですね。今いるところが1階で、ここが2階。ちなみにこのマンションの建物の名前が台風群っていうらしいですね。なかなかセンスがセンスがありますな。これも多分後で行くことになると思うんで、今はとにかくひたすら4階を目指しましょう。で3階で、で4階ですよね。4階と4階で、多分ここで合ってるはずなんですよね。おお、助けて助けてあげて、光くんを助けて、光くんを助けてあげて。おお、24章、警察ですね。共犯課っていうね、主人公たちが、所属する、捜査課っていうか、その、あるんですよね、セクションが。それがある建物がこれですね。24章っていうんですけど。あれ、テスさんたちは張り込みです。張り込みって、ずっと。3日ぐらい前からやってるだろ。正確には4日半ですよ。うちの方だけじゃありませんよ。署内を挙げての捜査です。そんなに、でかい山なの。何それ？お前知ってんだろ？それはもちろん。で、何なんだ？森川さん、おしゃべりでしょう。そんな人に教えるわけないでしょう。最悪だね、上局あがりは。全域捜査官だって変わりはしませんよ。お互い、嫌われるものですから。一緒にするなっての。キャリア連中のやっかみだよ。シルバーの鍵を握って、おいおい仲よ、喧嘩ってのか。いやいや、相手を怒らすことが仕事なんで。まあいや、ボスに聞きゃいいんだからよ。本部長は知りませんよ多分。なんで？中央の指揮です。一応はうちの管轄内ってことにはなってますが。中央、裏で動いてるな。なんかお前収集してんのか。ま、手はつけてますよ。情報おろせよこっちに。ま、場合によってですが。いいかなよ、少しは仲間意識待てよ。仲間ですか。森川さん、あなたに言われたくない。まあそうかもな。んでよ、なんであれがいるんだ。フールが本部長に呼ばれたみたいですよ。今回の事件彼に任せるんでしょう。その程度だろうな。さてちょっとね、今からめんどくさいことになりそうなので、ちょっと待って、セーブをね、セーブをしたいんですよ。セーブをセーブするのどうやってのかな。こうか、あ、こうか、こうですね。でセーブ。今からちょっと難しいことがあるかもしれないんでね、一応セーブしとかないと、ね、不安なんですよね。これでいいのかな。どうしよう。よし、いいっすよね。はい。というわけですね、ちょうど時間のいい時間なんでね、今回はこれで終了させていただきたいなと思います。突然ね、終了してしまって申し訳ありません。ごめんなさい。というわけでして、今回ですね、少々正規メンバー37がお送りさせていただきました。ザ・シルバーケース、トランスミッター編ケース2スペクトラムの第1回目、これで終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。
ごめんなさい、本当に感謝です。ありがとうございます。ですね、毎回ねちょっとお話しさせていただいてるんですが、自分の動画説明欄ですね、こちらの動画説明欄ですね、毎回自分がやらせていただいております、各種 SNS の、URL を、リンクっていう形でもってね貼らせていただいております。お気の方が向きになられましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、チェックの方されてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。それからですね、大変ね、厚かましいお願いで大変恐縮なんですが、もしよろしければ、自分みたいなのもねいいなと思っていただけたらでね構いませんので、チャンネル登録、あと動画の高評価等ぜひね、ご一報くださいませ。よろしくお願いいたします。あと自分ですね、毎週ですね、だいたい週に3日か4日くらいですね、プレイステーション4からの、ブロードキャスト配信を、させていただいております。今やらせていただいておりますタイトルが、マフィア3と、ファイナルファンタジー15ですねを、今この2本やらせていただいております。お時間の方にねご余裕がありましたらで構いませんので、もしよろしければ、遊びにいらっしゃってくださいませ。よろしくお願いいたします。で、ブロードキャスト配信に関してはですね、やらせていただく暁には毎回必ず事前にですね、ツイッターの方で、ご報告させていただいておりますので、本当にね、もしよろしければぜひチェックの方されてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回小中生キムエマン37がお送りさせていただきました、ザ・シルバーケース、トランスミッター編ケース2、なんだっけ、スペクトラム第1回目、これで終了させていただきたいなと思います。第2回目はまた、そうですね、時間ができたらねアップの方させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。何卒ね、ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。では今回はこれで失礼させていただきたいなと思います。ありがとうございました。 See you time. バイバイ。